はい、皆さんこんにちは、ピカです。新三国無双8やっていくよ。はい、まだね、何すればいいのかいまいちね、ちんぷんかんぷんなんですけどもね。まあとりあえずこういうのやっていけばいいのか。破砕の撃破レベル6、順番にね、しらみつぶしみたいにじゅわじゅわとねやっていきましょう。こう艦外って前回ぶっ殺さなかったっけ。あ、こういうのもあるんだね。これ白い紙包みみたいやつと、この黄色い札みたいやつと、こういうのといろんなのあるけど、何が違うのかな。まあとりあえず目の前にね、花公園くんとね、花公園くんどこいた。テーフ花公園くんここにいた。とりあえずハサイくんをねぶっ殺しましょう。こっちですね。よし、うまこい。ハサイ君はここにいるのか。まあ関羽を使いまくっていろいろ覚えたい。いまいちね、何を押せば何が出るかとかね、まだ全然わからないから、まあうまいことね攻撃狙えないんですよね。そういう状況ですね。参る。花公園はどこ。この地関雲長が制圧した。これは破砕はまだだな。あ、まだ全然まっすぐか。まだまだか。ふん、突出するとは戦を知らぬらしい。皆あやつらを打ち果たすのだ。どこじゃ。あれは孫権殿の軍勢か。先方が出過ぎているようだな。力を貸せ。大将はどこじゃ。あ、いた、ここだ。まっさりとすっきり。この屈辱は城郭様が晴らしてくださる。終わった。覚悟しておくんなら目を貫き進むのみ。よくやった。その働き覚えておく。うむ。よし、これでレベル11までいってるから、まず武将強化、まあ防御、よし、
ここにも敵将いるぞ。俺より目立つな。つい本音がな。よくやってると思うぞ。で今度はこいつか。ここまではアップ。多いね結構。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。でちょっと前待ってね、アイテム、あこれは体力を大きく上げる、体力を全て回復、無双ゲージね。まあどんなアイテム持ってるかもちょっとね、一時的に攻撃力、防御力、移動ね、いっぱいあるな。全ての能力、分かった、これは攻撃力ね。アイテム作らないとな。作る、作れねえのか。雨草全然取ってねえな。こっちだ、こっちにあるわ。これか。木材かこれ。ここはどうやら木材らしい。こっちに赤丸あるんだけど、あれなんだろう、あれ拠点なのか、拠点だね。我が義を貫かん。この地、関雲長が制圧した。なんだこれ、フレーズ、何これ、あ、道しるべ、よし、直ちに守備配置につけ、よし、来る戦闘に備えるのだ。そしたら艦外を倒してこよう。
よし、ここは雨草じゃな。まあしかし機敏だな。キュンと横向くから、よし、いたぞ。お救いくださるか、命拾いしましたぞ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。おう、どこだ、こっちか、こっち拠点か。丸い赤丸の点。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。こっち側になんか草いっぱい生えてそうだ。マップ上では、あ、こっちか。さあこっちか、あ、これか。なんか金色見て、無心無さ。あ、アーゴだぜ。さあ来い、見切った。ラムを打ち取ったり。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。ここは捨てるしかないか。聴覚様、あなたを信じております。突破されればカビオ殿の命が危なかった。よくぞ来てくれた。パンウンチ、千歩貫き進むのみ。これはこれは、いつもながらこうやったら、こうやったら、よし、これで次は、あ、トータクの救出、ここか。長方を撃破する。あ、これレベル前回90、あ、90じゃねえんだ、どんな高いんだよ。レベル19だったのに16まで落ちちゃったね。これ多分制圧してきたからか。まあ、とりあえず慢性胃の討伐。まあいい、トータクの救出しよう。うん、ここは行ったことない場所だから移動はできんのか。そしたらそのままカーソルつけて行こう。
攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。よし、ここで防御体制を取るのだ。どこだ。手並みですな。わしが手出しをする間もありません。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。あと 400m。 んー、こっちに草が生えている。なんかね、馬のね、ずっと乗ってたらね、馬のレベルとかも上がっていくんですよ。仕方ない。わしらで守ろうか。だ。黄金のやからめ、許さんぞ。虫けらの分際で、軍事の寄って。すでにお前は我が主中、私の罠に翻弄されるがよい。なんか火の罠か、地面燃えてる。誰やればいいんだ。ここだ、こいつか、長宝か。さあこそ真の三国武装よ。よし。で、次は東卓の救出。まだ勝負を撃破したぜ。よし、次、再起を破壊する。
褒美はちゃんと弾んでやるぞ。こっちか。行けるとこはあるか。行けるとこはこう緑みたいですよ。ここたちは、あ、ここ行けんのか。行けないだろ。あ、行けるな。行けるんだ。でもこうまっすぐ行かなければいけないんだね。あれはなんだ、目の前に宝箱らしき。てわな箱を設置しておくと一定時間後に道具などを獲得できます。わな箱を設置したら任務を達成した後などに確認してみましょう。なんか動物でも捕らえるとか。草がいっぱい落ちてる。草じゃない、木材か。木材か。行か。はい、新しい場所を発見。これでここもワープできるようになったよ。他の地点を捜索せよ。場所か。敵が見えてきたぞ。とにかく触るな。ダメだ。よっ。
これはできないそうだな。なるほど、ガード中でもあれできんのか。やっちまった。僕用の再起は無事かな。マツオちゃん、ナムあんた、前の生み出した兵が消えただと。さては再起を壊されたか。うん、これでよかろう。よし、これで聴覚を撃破するになったね。これでじゃあワープできるだろう。まあ、ここにワープするか。あ、ここできんのか。じゃあここだな。一つ一つの一つの武将になれるのも すんげえ難しいね。よし、ここを順番に落としていった方がいいのかな。まあ、落としてみっか。ブヨの装備はちゃんと弾んでやるぞ。特殊技は、ほほ、なるほど。あっさり。特殊技転倒。打ち上げ気絶転倒。特殊技使ったらそういえば時間かかるんですかね。なるほど、強力だけど時間かかっちゃうんだ。これガードしっかり
したらカウンターも狙いやすいな。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ガードを固めるには、守備か、守備上げればいいのか。敵の狙いはこの地と見た。このども、守備を固めよう。どこにやがる。これなんか、これ使ったら来い。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。よっよっよっ。こう使えんのか。天よ、猛然たる氷の力を我に与えよ。これで目標は定まった。全軍進め。しょうがない。とりあえずあの赤丸から倒していけばいいのか。いて、いて、見っかってんのがもう。はい、おい、行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。これはコンボってどうするんだろう。参加。お見事な武勇、頼もしいですな。で、赤丸アウトか。これに押し、参ろうぞ。いえいえ、ちょっと待って。三角。せいよ。さり、氷が止んでしまうとは。西からの進行は免れぬか。これで氷が止んだか。重い。次は君だ。敵将討ち取ったり。おお、素晴らしいご活躍。目標は定まった。全軍進め。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。あっさり。すまん。さあ次は。敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めよう。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。さあ、参る。
今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ入ろうぞ。熱烈たる風の力を我に与えよ。目標は定まった。なんか風出てきた。援軍進め。いや、この風は誰打ち取ればいいんだ。今こそ敵の要所を叩く。とにかくこれをもらっていこう。よし、ここで防御体制を取るのだ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。よし、敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。聴覚撃ってこればいいのか。この中か、登れるか。よし、ここで防御体制を取るのだ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。まだ隙間ねえ。すんげえ真っ赤っかなんですよ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。この中に、この中にいるのか。目標は定まった。全軍進め。
敵の要所を叩く。我が義を貫かん。まあ、レベル7だからね。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。開いてる。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。いや落ちた。素晴らしいご活躍。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。何これ。目標を定まった。全軍進め。参る。俺壊せばいいの。三機が破壊されるとは。これでは全力を出せん。よし、聴覚弱体化した。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。しかし俺壊してるのに聴覚何もしない。あ、してきた。力が失われてゆく。またも再起を壊されたか。真ん中か。あとはこの地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。我が義を貫かん。よし、これで全部壊したろう。再起が全て破壊されるとは。あれ、こいつポイントできねえ。力の源が。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。目標は定まった。全軍進め。よし、押しているぞ。のけものめ。どうしら苦しむよ。天はお許しにならぬぞ。敵将討ち取ったり。聴覚撃破したぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。なんだ、ここは官軍の陣だ。義勇軍のお前たちが入ってよいところではないぞ。王国に参りました。天皇将軍聴覚を打ち果たし
黄金軍をこの地より退けました。何をバカなこと。お前たちのような義勇軍に黄金の親玉が討ち取れるはずなど。偽りではござらん。我ら龍玄徳の軍が聴覚を討ち果たし申した。嘘だって言うなら前線の奴らに聞いてみるんだな。龍玄徳の軍だと聞いたことのない名だな。お前たちの功については確認し追って沙汰する。それまでは中山国暗記権の意図して任につけ。龍玄徳と言ったが、貴様恐れ多くも帝の血縁を名乗っているそうだな。どこぞの馬の骨とも知れぬ輩が不敬甚だしい。黄金討伐の功もでっち上げでやろう。てめえよせよくとく。管理殿、貴殿の言はあまりに道理に合わぬ。率直に申され何が望むか。貴様は多少は世の仕組みを心得ているようだな。側労へのねぎらい、不敬の食材、先ほどの非礼への詫び、それらに対して誠意を見せろということだ。賄賂をよこせと。役人たる私たちにもたらされる益は全て民が困窮の中から納めてくれた税による。我が身河合さんにその血税を差し出すことなどできぬ。我らは民が安寧になると信じ黄金を鎮圧した。ところが世は何も変わってはおらぬ。苦しめる者が役人に変わっただけだ。ならば再び立てばよいではありませんか。兄者の志尽きたわけではありますまい。黄金で足りねえな、今度は役人どもをぶっ飛ばしゃいいんだ。俺らはどこへでもついていくぜ。ありがとう二人とも。我らの志なるまで三人で戦い続けよう。金管が開発できる竹管。加工順が使用可能になりました。銀運でやってないのにね、なんででしょう。おっとっと、はいはい、はいはいはい。あ、ちょっと家にしてしまった。官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖聴覚は倒れた。ここに黄金の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯は
この状況に強い危機感を抱いていた。高祖さん殿、ご健勝そうで何よりです。この二人は私の兄弟、関羽、張飛と申します。おお、聞いておるぞ。黄巾党を相手に凄まじい戦果を挙げたという豪傑だな。しかしどういう風の吹き回しだ。むしろを打ってつつましく暮らしていたお前がこのような異常夫たちと乱世に立っているとは。そのつつましく暮らしていた村にまで黄巾の脅威が迫ったのです。もはや乱世の片隅で安穏と過ごしてはいられない、そう思っていた時、彼らと出会い義勇兵として立ったのです。ほう、それでお前は乱世に立ち何をなそうというのだ。目の前の苦しむ人々を救いたい、それだけのことです。それだけか。言うはたやすいが、その理想はあまりにも高いものだぞ。お前も知っていよう、今の惨状を。董卓が政治を意のままにし、国は混乱を極めている。はい、黄巾の騒乱よりもひどい有様です。ただ一人の欲のために民が窮している。このような非道あってはなりませぬ。その一途に何かを考えるところは昔と変わらんな。関羽、張飛と言ったか。こやつは一途すぎて少々危ういところがある。どうかこれから先支えてやってほしい。暴君の暗殺、うっしゃ。はい、それではですね、今回はここまでにしときます。はい、ここから董卓が敵になっていくんだね。古老館とか領夫が出てくるのか。はい、それじゃあまた次回お会いしましょう。